漢方チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる生薬解説、本日は天南省になります。里芋科の多年草マムシグサや浦島草の茎の塊を用います。マムシグサは茎の模様がマムシの文様に似ていることからその名があります。浦島草は花の付属体が細長く垂れ下がり、浦島太郎の釣り竿に見立てられました。中国最古の薬物書神農本草経には胡椒と記載されており、これは葉の形に由来します。天南省には有毒成分が含まれており、生姜と一緒に煎じて毒消しを行います。漢方の働きとしては、痰が多く胸苦しい時に用いる去痰作用、意識障害や麻痺、神経痛や筋肉痛に用いる抗神経作用などがあります。代表的な処方に五十肩や K1 症候群などの神経痛に用いる二術湯、肋間神経痛で背中に冷えが見られる時に用いる性質加痰湯などがあります。ぜひ覚えてみてください。それではまた。